おっす、皆さん、ザ・グッザ・ナイトです。今日はちょっとレビュー作りたいので、ちょっとだけ使えたの、このブラックホークのハイドレーションパウチ、この水パックのみたいなやつを、これは、40ml 使えるの、小さいの水袋使えるんですけど、悪くないみたい。ちょっと好きですけど、別の方はもっとおしゃれと、もっと使いやすいので、これはもうちょっとあまり使わないんですけど、じゃあ説明、いろいろ説明もします。レビューですから。例えばこれは、この特別ブラックホック専用だけの、水パッチと、いろいろはちょっと普通、味は普通のよりもうちょっと苦いとか、ちょっとおかしいので、でもちゃんとマイクロバン使える。それは水は安全ですけど、確かに他のより、苦い。と、プラグは見たら、この特別の、押すと混ぜるの、プラグみたいと、それは、ホーズを簡単変更できる。ちゃんとここから押すと混ぜる。もう水はできます。それだけので、このバルブは、こう上がったら噛むので、他のより水は早い飲めるですけど、カバーがないので、確かに、ツナがいっぱいあるとか、次の水飲むの時はちょっと、ちょっと厳しいとか、ちょっとずらいとか、もうそれはそのぐらいですけど、ホーズ の話ですけど、来るの時には超長い。あと、これぐらいは自分で切って、それ、プラグにも切るとかずらいので、それから自分で入れたので、前のは長すぎとかと、それは他にはあまり問題ないですけど、このズは他のより超簡単で、便道の方で水は中止、早く中止になる。それので、そこのカバーも、ジャイドのカバーは、もう短い。と、何のためが、よくわからないですけど。それで切ったから、その切るのことは自分でできるですけど、まあ、あまりおしゃれじゃない。他のホーズと、袋パックは、普通の方は使えたらがいいと思います。この自分での、ブラコクは自分の専用の作ったの技は、まあ、ホルスターとか、ダンプパウチは確かに好きけど、これはちょっとおかしいので、僕はあまり使わない。LBT より。でも、パックも、この、あ、そう、このカバーは、4ぐらいと、4か3ぐらいに使える。この、遠いの方で、ちゃんとタイトに使えるけど、もうちょっと3つだけを使えたら、ちょっとこんな感じになります。どっちでもいいですけど、この、これはちょっと面白い。この、ラッチは4つぐらい、スピードスティックと速いで取れると、入れる、チャカ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 、もう他の場所に入れれば超使いやすい。と、それは確かにいいけど、他には、上等じゃないと思います。ここには、そう、デザインとは確かにアメリカですけど、作ったの場所はビエトナム。でも水袋は台湾から。 まあ、これもあまり悪くないですけど、これが確かに他のパウチ、水袋とホースを使えたら OK と思います。でも今のはちょっとあまり使わないと思います。それとか、この特別のオスと混ぜるのポチは、普通のはいっぱいの他に使えるは、この特別のボタンの使えるのは、それはいっぱいの軍人は使えるので、それは例えば長い作戦があれば、と超長い時間があれば、あまり水はなくなれば、これでもうちょっとダメになるですけど、これは 40ml。 いろいろ他のは70ぐらいと、70は
全然問題ない。でもこの押すのでフィルターのこの感じで使えると、そのフィルターは普通のキモいの水に入れたらまだ飲めると大丈夫そうです。じゃあこれは確かに何だろう、4000年ぐらい、アメリカのアマゾンから買いましたけど、4000年ぐらいと、悪くないですけど、確かに水袋はちょっとお断りします。それだけはあまり使いたくない、使いたくない。他には使えたら大丈夫と思います。じゃあ、それだけはいろいろよく考えたので、そのせいでもう、僕は使わないけど、もしかして興味があるなれば、好きなれば、いいんじゃないですけど、僕は、まだ大丈夫ですか。じゃあ、それはブラックホークのレビュー。と、何か質問あれば、と、何か見たいなれば、確かにちょっとコメントで、僕は後で、説明する。じゃあ、今日はここまで。じゃあ、皆さんお疲れ様です。